パート2ということで、まあ、パート1が終わったらですね、もうあとはおまけみたいなもんなんですけども、パート2話していきましょう。 GPU の神秘、まあ、ちょっと面白そうなキャッチーな名前つけましたけども、はい、始めますよ。先ほどですね、フラグメントシェーダーの話をテクスチャーマッピングの例で、ちょっと紹介しましたけども、Text2D っていう関数があるっていう話ですね。今ここをもう一回大きく出しています。で、この Text2D っていう関数がですね、結構面白い関数で、これを深掘りするとですね、面白かったんですよ。なので、ここにシェーダーの神秘があるとか、まあまあ、これは僕の主観なんですけども、書いてみました。で、Text2D の話をしまくるわけですが、一般論の話をまずさせてください。テクスチャーはというか、まあ、画像はですね、画像は縮小するのに結構課題があるんですね。拡大はいいんですよ。拡大はただボケるだけなので、縮小が難しい。大きくしてみましょう。このですね、ユニティちゃん走ってるのを、まあ、単純なアルゴリズムで縮小したとしましょう。これですね、問題が起きてるの分かるでしょうか。目が、緑色の目が消えちゃってますよね。あとですね、髪の毛の先っぽが宙に浮いちゃってますよね。こういうですね、ことが縮小は起きちゃうんですよね。こういう問題が根源的にあってですね、まあ、人類はこれに向かって、頑張るわけなんですけども、今ダメな縮小を出していました。これをまあニアレストっていうようなアルゴリズムなわけですね、まあ、いっぱいあるわけです。バイキュービック、カイザー、ボックス、ハミング、まあ、僕が手元で実験できるのはこのぐらいの種類あったんですけども、いろいろあってですね、どれもこれもアルゴリズムは違うんですけども、時間をかけると結構きれいに縮小できるわけです。そうですね、まあ、例えばですね、輝度の変化を調べるとか、まあ、いろんなことをすることで、まあ、コンピュータ資源を使うとですね、結構きれいな縮小ができるんですけども、シェーダーでそれをやるのは厳しいんですね。とにかく Text2D っていう関数はこの2番目の引数に UV っていうのを渡していますね。これテクスチャー座標なんですけども、テクスチャー座標は、まあ、ある点を指定するので、その点を色を拾ってくる、テクスチャーから拾ってくるわけですね。テクセルっていう言い方をしますけども、テクセルを拾ってくることしかできないので、例えばフラグメントシェーダーで、隣の点が、隣の UV が大きくジャンプしていたら、どうしてもですね、ここで見えているような、ダメな縮小になってしまうという問題があったわけです。あるわけです。はい。というのを頭に置いていただいて、はい、無限平面を作ろうという話をしてみましょう。まあ、これはですね、ちょっとしたデモなんですけども、今回の話の題材として、作っていました。まあ、このデモは目的じゃないですね。まあ、こういうデモを作ることで、テクスチャーの理解を深めようという、そういう話です。はい。これを作るためにはですね、まあ、作戦を立ててみましょうか。これ、これっていうのはもうちょっと説明した方がいいかな。飛行機はどうでもいいんですよね。飛行機はどうでもよくて、地面ですね。地面の方をこういうふうにですね、平面で描けると、結構便利だったりすると思いませんか。少なくともですね、スカイボックスを出しとくよりはだいぶマシになったりしますよね。建物の隙間にスカイボックスが見えちゃうよりは、こういうですね、地面が見えてた方がマシっていうケースは結構あると思うので、僕結構この表現好きなんですけども、地面を描きたいという欲求があったとしましょう。じゃあ作戦です。どういうふうに書いていきましょうか。カメラの視界っていうのはこういうふうにですね、台形、水台っていうのかな、水台っていうのかな、止水台という言い方をしますけども、こういう台形の中の一部分さえあればいいわけです。なのでここを埋め尽くすように地面を広げてあげる、これを頂点シェーダーで計算してあげようということです。でまずですね、四角形を準備するところから必要になります。先ほどお話ししましたように、ステップ1のモデルを準備するというのはどうしても、モデルを準備するのは必要になるわけです。で準備しましたら、カメラの情報がありますので、頂点シェーダーで、前方ベクトルを取ってきて、こうですね、頂点を拡大したり移動したりして、必ず入るようにこいつをぐいっと広げるわけです。単に頂点を広げるだけですね。
はい、その代わり必ず見えているように配置するようにします。で、カメラの前方ベクトルなんですけども、ちょっと豆知識があってですね、カメラの前方ベクトルは、このビュー行列の M20、M21、M22 というところを取ってくると前方ベクトルが取れますという豆知識があります。で、テクスチャーの座標、テクスチャー座標の UV に何を入れるかっていうと、ワールド座標をそのまま入れちゃうというテクニックがあります。これまた説明しますんで、結果どうなるか先に見てみましょう。こんな感じになるわけですね。まあそれだけでいいわけですよ。大体非常に単純なプログラムで済むんですけども。で、UV についてもう少し詳しく話をしていきましょう。テクスチャー座標は、必ずですね、01空間なんですよね。これは覚えておいてほしいんですけども、どんな解像度が高いテクスチャーであっても0から1です。またはとても小さい 3×3 みたいなちっちゃなテクスチャーでも01空間で、01平面ですか、でテクスチャー座標っていうのは構成されています。じゃあですね、01をオーバーしたら一体何が返ってくるのか、例えば1をオーバーして2の近くまで行っちゃったらそのところは何が返ってくるのかなんですけども、まあ例えば、テクス 2D に 1.5 っていうような値を渡したらどうなるのか、この点は何が返ってくるべきなのかなんですけども、これはですね、1を取り除いた 0.5 まあ折り返してるわけですね、を返すわけです。そうするとこうなるわけですね。繰り返すわけです。まあ、これ、繰り返しているのでリピートという言い方をします。で、実際はですね、こうなっちゃうというよりはこういう設定なんですよね。テクスチャーのインポート設定があって、これデフォルトでリピートになっていると思うので、それをですね、変えて、例えばクランプにすると上のテクスチャー、上の繰り返しじゃなくてクランプというようなテクスチャーマッピングになったりするんですけども、まあまあいろいろ設定はあるにせよリピートすることができるわけです。なので UV 座標にワールド座標を入れちゃいます。まあ具体的に言うとですね、結構広い空間を表示するはずなので大きな値を入れますよね。まあ728とか1041とか、まあ適当に書いた数字なんですけども、大きな値が入るよということを言いたかったわけです。テクスチャー座標は01空間なのにすごく大きな値を入れるっていうのが、まあ、ちょっと面白いところですね。その結果こうやって繰り返されるわけです。まあ、結構簡単な話でした。でですね、ここで疑問を感じていただきたいんですけども、この辺遠くの方ですね、縮小されてるんですけども結構綺麗なんですよね。これなんでこんな綺麗に縮小できるかっていう話をしましょう。これはですね、 MIP マップという機能が働いているからなんですね。で、MIP マップも先ほどのテクスチャーのインポート設定に、あるんですね。これもデフォルトで、ジェネレート MIP マップにフラグチェックは入ってると思うんですけども、先ほどのラップモード、リピートの上にですね、アドバンスドがあって、ジェネレート MIP マップというのがあって、まあ、生成するんですよ。まあ、何も考えずにテクスチャーを持ってくると生成しちゃうんですね。で、MIP マップというのは何かというと、テクスチャーがインポートされたら、それの半分の大きさのテクスチャーを時間をかけて作るわけです。つまり高品質な縮小のテクスチャーを作って、で、2分の1、4分の1、8分の1、16分の1とたくさん作っていくわけですね。これをあらかじめ作ることが MIP マップを準備するということです。まあ、インポート時なので、まあ、時間かかっても別に構わないですよね。ランタイムではないわけです。で、つまりですね、この縮小済みのテクスチャーが使用されているから遠くの方は綺麗だったわけです。じゃあ例えばですね、MIP マップ、先ほどのジェネレートMIP マップを切るとですね、オフにすると切れるわけですけども、比べてみるとですね、まあ結構差が出るんですね。拡大するとわかるんですけども、まあ右側はダメダメなんですね。これ動かすともっとひどいんですけども、じら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 してとても見れたもんじゃない画面が出てきちゃいます。MIP マップの力は偉大だなという話です。でですね、ここでですね、また疑問を感じていただきたいんですけどもね、フラグメントシェーダーの話をしているんですけども、フラグメントシェーダーっていうのはテクスト 2D を呼んでるだけなんですよ。でも、じゃあなんでこの縮小、適切な縮小を選べるのかという話。どうやって MIP マップレベルというふうに言うんですけども、どうやって選択しているのかっていう疑問がここで浮かぶわけです。はい。この疑問を頭に浮かべておいて、ちょっと違う話をしましょう。それはさておきですね、
このですね、繰り返しが気になりませんか？僕はですね、これもう気になってしょうがないんですけども、こんな風にですね、整然とテクスチャーが繰り返すっていうのは自然界ではありえないわけですね。まあ、もしかしたら農場とかではあるのかもしれないですけども、まあそれ人工物ですよね。自然にこういうことをこういう感じで、繰り返していくっていうのはありえないので、まあちょっとですね、不自然すぎて、ちょっと辛いので、工夫してみようかなと思ったとしましょう。どんな工夫をするか。まあ単位範囲があるわけなので、その区形ごとにですね、UV 座標をずらしちゃえと。まあ単純な話なんですけども、ずらしちゃえというふうにしてみます。で、ずらすというのはどういうことかというと、まあ例えばこういうチェック模様のテクスチャーがあったら、ずらしたものは右側ですね。こんなふうにちょっとずらす。これを、まあ、乱数のような概念で、ハッシュと言いますけども、概念でずらしていきます。まあ、これコード例、ここは、説明しませんけども、ハッシュフォーファーストっていうのを、まあ、別の関数定義してあるんですけども、呼んで、バラバラの値が返ってくるので、それを使って、ずらす量を決めていくという、まあ、そんなに複雑な関数じゃないんですけども、これだけのことで、結構ですね、バラバラになるんですね。はい。で、これの結果どうなるか見てみましょう。こうです。結構ですね、いい感じなんですね。これ僕もやってみて驚いたんですけども、もともとですね、地面に貼るテクスチャーっていうのは、右端と左端が繰り返されるように、ちゃんと作られてるわけですね。なので、境目が見えないんですけども、その境目を見えなくする努力を完全に無視してですね、バラバラにしてみても、意外と大丈夫じゃんという、驚きがありました。まあこれでもね、テクスチャーによるんですよね。まあ、例えば違うテクスチャーを置いてみると、これでもまあまあそんな悪くはないんですけども、よく見るとですね、斜めに線が走ってたりするのが見えたりするんですよね。はい。まあダメな例も、もっと特徴的なテクスチャーだとすごくダメだったりします。まあそれはともかくテクスチャーによってはいけるぞという話になるんですけども、このですね、このテクニックを使ってやってみるとですね、まあちらつくんですよね。なぜちらつくのか。というところが、今日この第2部パート2でお話ししたい、メインテーマになるわけです。はい、なんでちらつくのかっていうのを拡大してよく観察してみましょう。ですね、左がダメな方で、右が正しい方。これですね、結論から言うと、間違ったミップマップを引いてきちゃってるんですね。左側の方は。で、正しくすると正しい、綺麗になるんですね。で、ここがですね、非常に大きなポイントなんですけども、衝撃の事実とか書いてますけども、フラグメントシェーダーっていうのはですね、必ずですね、4ピクセル同時に実行しているという、裏の事情があります。どういうことかというとですね、この緑の点の数分、フラグメントシェーダーが実行されていると思うじゃないですか。実際はですね、4×4、必ず 4×4 の領域を実行していますので、端っこの方は、今ピンクで見えているところははみ出てるんですけども、ここは計算して結果を出しているにもかかわらず捨てられます。という動きをするわけです。必ずこの田んぼの田のように4つ実行しています。で、これ結構無駄なように見えるんですけども、解像度が高かったり、まあポリゴンが十分に大きければ、端の数っていうのは相対的に少なくなります。はみ出てる分は少なくなるので、まあそんなに無駄にはならないんですね。まあこんな小さなポリゴン書くなよという話でもあるんですけども。はい。で、同時に実行されるというのはどういうことかもう少し詳しく見たいんですけども、本当に同時に実行される。まあ何も言ってませんけども。例えばですね、CPU コアが4つ積んでる CPU で、まあマルチコアで早いねみたいな話があると思うんですよ。あれはですね、例えるならば、徒競走で4人同時に走ってるような感じです。まあ、それぞれが全力で走ってるわけです。で、ゴールの到達する時刻もそれぞれ違ったりするんですけども、このですね、シェーダーの4つの同時実行はですね、まあ、いわばですね、4人5脚みたいな感じで、一歩ずつ完全に同期して実行されています。ここが GPU のすごいとこなんですけども、例えばこの行をですね、実行しているときっていうのは、もうこの瞬間にですね、隣の3つは同じ場所を実行しているわけです。ので、TEX2D に差し掛かったとしましょう、プログラムが。ここを実行しているときは、隣の3つもここに来てるんですよ。
ここに来てるので GPU にとってみれば4つの UV 値を同時に入手できていることになります。結果その差を取ることが GPU にとってはできるので、その UV が隣とどのくらいジャンプしているかが分かる、 GPU には分かるので、この飛び具合を使えばですね、何の話をしているかというと、さっきの疑問なんですね。どうやってMIPマップレベルを選択しているかという疑問なんですけども、これの答えは、4つ実行しているから飛び具合が分かるので適切なMIPマップを選べるじゃんという結構すごい仕組みがここで働いているということになります。で、そんな事実を踏まえるとこの問題の解消方法が分かってきます。ちらつくのはMIPマップの選択が間違ってたから、じゃあMIPマップをどうしたら正しく選択できるのかなんですけども、先ほどのフラグメントシェーダーに3行追加、3行とか、まあ1行変更、2行追加みたいな感じで、コードを追加します。 DDX および DDY というのを呼んで、TEX2D の代わりに TEX2D グラッドっていうのを、まあ、グラジュー何ですか、傾斜ですね、傾斜の を入れられるテクスーリグラッドを入れられるわけです。グラディエントか、グラディエントですね、はい、という関数が、まあ、ちゃんと用意されてるんですね。 UV をいじる人のためにちゃんとフォローできるようになっているわけです。で、このコードを書きますと、ちらつきが消滅して、これで完成ということになります。はい、DDX、DDY の話もう少し深く話してみましょう。まあ、また神秘とか大げさに書いてますけども、DDX 例えばここにプログラムが差し掛かった時は、DDX は隣のピクセルも同時に実行しています。右隣だったり左隣だったり、まあ、つまり横の隣ですね。この隣の差がここに入ってきます。つまり UV が変化しているはずなので、その変化値、変化量がこの DDX 返してくれるんですね。これ普通にですね、ただ関数眺めているとなんでこんなことが起きるのかわけがわからないんですけども、すごい巧妙な仕組みによってこれが実装されているわけですね。 DDY は縦の差が出るわけです。で、FWiz っていう関数が必ずシェーダーには搭載されていてですね、これは何のことはなくてですね、DDX と DDY のそれぞれの絶対値を取って足してるっていう、それだけの関数があるんですけども、まあこれだけなので、使いたい人があったら自分でこの関数定義すればいいじゃんっていう話なのに、わざわざですね、これが API として用意されてるんですね。これはですね、もう僕は想像するのみなんですけども、多分 GPU を設計した人もちょっぴり興奮してですね、または茶目っ気を出してですね、これ面白いよと。テクスチャを引くための仕組みだったけど、これ結構使うと面白いよっていうことに気づいてですね、例えば左のように普通にシェーダーを書いた場合は左の絵のようになるのを、ただリターンコルカラーの部分を FWiz ってくくるだけで、こういうふうにですね、縁が出るんですね。これはなんでかというと、アルファ値がここで変化してるから、変化してるアルファ値以外はアルファ0になるわけですという面白い関数があるわけですね。なので、まあ、ちょっとそれを応用して、まあ、本当にちょっとしか変えてませんけども、FWiz を使うとこのユニティちゃんのですね、縁取りをすることができるわけです。まあ、基本的にですね、H 抽出っていうのは処理の重い話になってきて、まあ、苦労するんですけども、まあ、品質を問わなければ非常に高速にこういうことができるようになるというわけです。まあ、高速かどうか僕は計測してないんで分かんないですけども、これが遅いわけがない。GPU 直結なので絶対にこれは早いです。という話がありました。はい、というわけで改めてですね、こういうそんな思いを馳せながらですね、この画面を見ていただきたいんですけども、リピートはないし遠くの方もちらつかない無限平面を作るには、そんな話を理解するとできるよという話でした。はい、でですね、これと類似の話がですね、なんかすごい偶然なんですけども、10日ぐらい前にですね、ユニティのブログに公開されててですね、ちょっとびっくりしたんですけども、これ全然まあ、被ってがっかりしたという話じゃなくて、僕のは本当に適当な実装なので、こっちいい感じで、ちゃんと論文もあってですね、すごい根拠がある感じの、いい感じのプラグインじゃっけ、今は使えるようになってるはずですね。結構いい感じですね。はい。
で、ちょっとまあ論文軽く見てみたんですけども、テクスチャーフェッチを3、4回やってるみたいなんですね。まあその分品質は高いんですけども、僕の実装はインチキの代わりにテクスチャーフェッチ1回なので、まあテクスチャーを参照するのは、まあ重たい処理になりやすいので、まあ僕のやつはかなり軽いはずです。はい。というわけで、まとめに入っていくんですけども、GPU を扱うときの心構えとしてですね、同時にですね、こういう感じで、動いてる。もうただの同時じゃなくて、本当に同期してるってことを、考えながら書くと、結構ですね、腕が上がるというかですね、いい感じで書けていけるんじゃないかなと思います。で、よくある話で、if 文を書くなみたいな話があって、まあそれは真実でもあると思うんですけども、それはどういうことかというと、この今シェーダープログラムがあって、if と else があって、text2d をそれぞれ書いていますよね。この if の中に書いてある text2d を実行中に、隣のピクセルは else の方行ってるかもしれないですよね。これ困るんですよ。これ本当にですね、残酷な記述でですね、まあ、エラーは別に出ないですけども、辛いことが起きているに違いないという想像をして、まあ、できるわけですね。で、まあ、実際これ何が起きているかっていうのは、まあ、GPU 次第だと思うんですけども、おそらくこの if の中と else の中を両方実行して、その結果をどっちを選択するかを条件で決めているコードが出力されているはずです。なので、まあ、出力かどうかな。まあ、ランタイムにそれをやるかもしれないですね。とにかく、text2d を2回実行しないと、これはできないはずなんですよね。だから、テクスチャーフェッチを減らそうと思って、まあ、これ1回だと思ってたら、大間違いで2回だったりするわけですね。という感じで、if 文っていうのは、まあ、なるべく書かない方が、GPU にとっては優しいという話に、でした。はい。というわけで、パート2はここまでになります。はい。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。